強い台風10号の進路の予想は徐々に西側にそれていて、28日水曜日頃西日本に接近し上陸する恐れがあります。東海地方でも明後日27日頃から雨や風が強まるとみられ、気象台は土砂災害や低い土地の浸水などに警戒を呼びかけています。また、台風の接近前から暖かく湿った空気が流れ込んで、大気の状態が非常に不安定になっていて。 ゲリラ雷ラ雨にも注意が必要です。